さあ行きましょう。今乗っているのはメルセデスベンツのこれ新しい GLA ですよ。 GLA200D 4MATIC ですね。まあ簡単な話ね、これフェイスリフト、まあマイナーチェンジで捉えてもらうと分かりやすいと思います。まあ年次改良よりもちょっと大きいマイナーチェンジ、マイナーチェンジでしょうね。はい、あのエンジンとかは基本として変わらないんですけれども、見た目であるとかがちょっと変わるとともに、まあそれでなんでゴミちゃんそのテンションなのっていうと、ちょっとね予想以上にね、このアイテムあるものを選ばないとダメっていうのが言えるかもしれないです。まあ何せちょっとここで内外装どうぞ。では今乗っている GLA200D4MATIC 行きましょう。もうこのワイド型のつながった形のモニターもかっこいいですよね。まあこのあたり通常の CLA とか、まあクラスベースって考えると、まあ共通項として、うん、ありますあります。でこの奥が、はい、非接触型の充電器でございます。88とイーカーライフのコラボキーホルダー、まあ非売品なのでね、ほんとすいません、もうこれちょっと作るの大変だったので、まあそれはいいとして、これ走行モード切り替え押すじゃないですか。今回はコンフォート、エコ、スポーツ、インディビデュアル、オフロードが選べます。で、このエコからスポーツにした時に、ほら、わかります?上からエンジン、サスペンション、ハンドル、ESP、そしてサウンドコントロールがありますよね。だからこれらまで全部調整ができます。だからここが特徴的なところ。だから足回りも変わるんですよ。だから今まで足回り変わらなかったので、うん、そこがね、GLA のこれ特徴としては、はい、後ろこんな形です。結構見やすいですよね、振り返った時に。しかしながら逆の話で、ここは、マジこれね、メルセデスさんやばいぐらい見にくいと思う。あの、これね、世界中で見ても、結構ワースト1、2争うぐらい、ここは、多分ね、ダメだと思う。あの、死角がめちゃくちゃ多いし、見づらいし、歩行者隠れるし、これほんとね、左折時とか、交差点とか、こっちも一緒ね。これほんと、注意した方がいいと思います。これほんと変わんないんですよね。治んないんですよね。だから、まあ、ドイツとかだと、歩車間分離がもっともっと日本よりも明確にできてるってこと、いや、そこまで明確じゃない場所もあるもんね。で、ハンドルはこれ、あの、3スポーク型になってるんですけど、これ AMG ラインパッケージ、付きなので、そう AMG ラインパッケージ付きって何のこと言ってるんだっていうと、これ見た目を見たらわかるかな。これ655万円の車両なんですけども、 AMG パッケージ実はオプション60万円、それを付けるべきかどうか、いや僕は付けた方がいいと思います。あとこれレザーパッケージも入ってますね。これ16万円、20万円弱だったと思います。これも質感が上がるので結構おすすめでございます。で AMG ラインパッケージなので、この赤がアクセントで入りという形で、まああとはアンビエントライトとかもつきますけど、そのあたりは市場の最後の方にトンネル内も走ってるので確認してください。後ろはね、うわこれやっぱねすげえ足が入る。だから CLA とかともう完全にフロアとかそのあたりは共有してるので、それで考えた時に若干運転視点があの SUV だから高いじゃないですか。それに合わせてだからダッシュボードも高くなるじゃないですか。だからこの着座位置を高くするために下駄を履かしてるっていう、下駄っていう表現久々にしたな。はい、でもヘッドクリアランスは全然楽勝なので、しかし天井抜けてて気持ちいいですね。後ろから前を見た時の景色はこんな形、すげえでしょこの開放感がね。はい、スカイルーフになっております。まあここにフレームはありますけどね。さあちょっと荷物室も見てみたいですね。はい、どうぞ。床下はなんか薄く全体的にあるような形ですかね。あの、いつものお買い物カゴはこれには入ってないんだ。意外と下が詰まってる印象でしたね。ちょっと光加減で見えないかな。はい、見えました。こんな感じです。ゴルフバッグは意外とここが張り出していて、こっちも張り出しているから、意外と詰むときは、これは結構鉱石片方1個倒さないといけないでしょっていう、そういう仕立てですね。では行きましょう。全体像こんな形です。サイズ4445です。全長幅は1850です。高さは1605、そしてホイールベースは2730です。これで車両重量1760キロの車両です。エンジンはこれ 200D ですけれども180もあります。要はガソリンエンジンモデルもあります。両方とも直四です。だからガソリンを選ぶのかディーゼルを選ぶのかっていうところで、この2択しかありません。でこれ
もうホイールを見た瞬間にでかいじゃないですか。なんかすげえごついのついてるじゃないですか。これ AMG ラインパッケージです。23545 20インチです。これノーマルだと18インチになるので2インチアップで突然この AMG ラインパッケージだとこのかっこいいスタイルになるわけですよ。アレンザ001を履いてる。アレンザ履いててこの音は結構大変なんだな。なるほどね。まあそのあたりは試乗中に。で、23545 20インチになります。で、このモールカラードされてるじゃないですか、白に。これボディ同色にカラードされるのはこれ AMG ラインパッケージだからです。だからホイールが違う、このカラードされたモールになる、通常のこの AMG ラインパッケージじゃないと、これ普通のこっちと一緒の樹脂の形で、ここもカラードじゃないので、なので AMG ラインパッケージ選ぶと結構、おしゃれな、スタイルになるので、本当60万円払うのいかがでしょうかという、そういう形でございます。あとフロントも違いますね。で、 AMG ラインパッケージを選ぶと、あの通常のノーマルでもこの横バーがドシッと入った形なんですけれども、この細かいドット星みたいな、これがドットがたくさんつくのが AMG ラインパッケージですね。ノーマルだとこのドットはつかないので、なんかこのセンターのこのバーがですね、なんか、きらびやかに目立つような形で、これちょっと引くと分かりやすいですけど、今までの AMG ラインパッケージももちろんこのスタイルあったんですけど、これがなかったですよね。今まで新型になると、だから今までの AMG ラインパッケージって上のグリルはまあこのようなスタイルになってました。目も若干違うんですけれども、下側がこのアゴヒゲのようなちょっとウィング形状になっていて、でそのまんまここ今もつながってますけども、今そのウィング形状の上に丸型のこの輪っかがなんかついたような形っていうのかな、造形が。だからその分なんかこのグワッとここが強調された形かな。映像だとなんかここの自己主張がすげえ強く今この絵だと見えますけど、これ実際に人の目で言うと、少し離れた横で見ると、いやこれ多分ね、時代とともに多分あの派手な車どんどん増えてきてるので、それで言うとね、もうこのぐらい自己主張ある方が多分馴染むと思います。今ちょっとパッと見ると少し派手だなっていう気はしますけど、まあ AMG ラインだからいいでしょう。はい、ちなみに後ろライトが若干変わったので、最後ライトだけ見てみましょうか。さあライト、今までってライトがちょっと四角い輪っかみたいな形でボコってついてましたけど、それが輪っかではなく、なんかハンペンみたいな、そんな感じ、ハンペンっていうなっていう、はい、こういうポジショニングライトに変わりました。え、ハザード見たい？いや僕も見たいからつけよう。はい、さあハザードはこんな形。あ、ちょっと見えないね。あ、下側ね、下側、ここ。まあでも視認性も高くていいですね。ちなみにマフラーは、うわ、これダミーか。ダミーっぽくない？ザミーだ、ダミー、はい、あの月日系です。まあだからディフューザーとかもまあ形だけでしょう。はい、形だけだと思う。このあたりもちろん下回りとか綺麗にはしてあるとは思うんですけれども、別にあのディフューザーがあるなしでそんな大きくダウンフォースが変わるようなものでもないし、揚力が変わるものでもないかとは思います。フロントも、はい、ちょっと見てみますか。はい、こういう形です。あ、やっぱこの1つ2つ、このマロのような形の、ライト造形が特徴的ですね。はい、では試乗戻りましょう。さあいかがでしたか。まあこの見た目、まあ見た目で言うとまあ若干迫力が増したっていう、そういう感じですかね。ワイド&ロー感も強くなりというところだとは思うんですけれども、さあ今日はね、交通量がすげえ多いです。あまりにも交通量が多くて、あまりにも普段とは違うところから今の右折待ちとかも始まってるから、みんな違うと思って、だから結果割り込み状態になっちゃうんだろうな。さあまあそんなことはどうでもいいとして、さあスポーツモード、そうなんですよ、これ AMG ラインが最初からついているんですよ。なのでそうするとこれ電制御ダンパー3、2、1、5。まあ必要十分な加速力です。まあこのあたり2リッターのディーゼル直列4気筒で、これで150馬力の320ニュートン、まあ発足オートまで、これで車両重量で言うと 1.7 トンぐらいでしたっけ。まあだからまあ通常の、おお、加速はなんかすげえダイナミックというかスポーツモードだから結構激しいね。なるほど。さあインディビデュアル、オフロード、コンフォート、はい、でこれコンフォートにするじゃないですか。コンフォートにすると
すげえ乗り味が、これ20インチと思えないぐらい、今まで、だからこの GLA のノーマルモデルには電子制御ダンパーはついてなかったんですよ。うお、すげえいい動きする、ふわっとした動きと適度な硬さに締まったグッという沈み込みとで、すげえバランスが合ってる。もうね、この感じ、もう今日僕この車両で横浜も行ってきたんですけれども、まあアウディの試乗会なんですけど、でそこまで乗ってって帰ってくる間もすげえ快適でした。で加えてちょっとね、注意点としてはコンフォートで、例えばカーブとかを、うん、行けるかな、ちょっと交通量が多いからな、左からもタクシーが多分僕の前、あー結構まくっていくのね、あのタクシーは行けるかな、今ね結構プルプル振動は出てる、もうすでに。まあこの辺り乗り心地を求めた時のメルセデスっぽい、エアサスではないですけれども、なんかねちょっとグラッとした感触は出てくるな、コンフォートだと。まあそれは特徴として、だからこれで言うと全然足良くねえねとかっていう、なんかの折り味良くないねってなるし、無駄にブル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 してるから、だからこの辺りあんま感触良くないんですけど、だからハンドルを巻きってその結構旋回するっていう場面であれば、もうコンフォートはすぐやめた方が良くて、そうするとだからスポーツで走るのかな、いやスポーツだろうな、そうすると。でも今度スポーツにすると若干硬すぎなんだよな、この中間が欲しいな。今すごい音し出したでしょ、この車で一番じゃあゴミちゃんの中で気になるのはって言ったらこのロードノイズ、すっげーロードノイズというか、タイヤが発生する路面をその転がる音がかなりでかい。だからザラメ路面、あとはつなぎ目とか路面の、だからそういったところでもう路面をタイヤが叩く音を捕まえる音がすげえ入ってくる。だから静粛性は、だからここもちょっと僕黙ってますね、結構するでしょ、上開けてるからだって言われそうだから閉めとこう。それでもねこれ後ろから入ってくるんで、だからボディの静粛性のアイテムがすげえ少ないこの車、うん、あとは言っても若干は静かになったけど、ちょっとここ、あ変わらんね、あんまり。やっぱね後ろの下から入ってきちゃうんですよ音が、フロアの方から。だからこれ単純に静粛性の、うん、アイテム、防音材系が少ないっていうのは言える。ここもそうだと思う。ほらやっぱ音ちょっと大きいね、この20インチで言うと。だから滑らか路面を走ってるのかザラメ路面を走ってるのかで結構静かさ静粛性は、うん、かなりの違いが出ると思います。だから試乗した場所とか道とかでこれ印象が全然違う車です。滑らか路面を走った方とちょっと荒れたザラメ路面を走った方でこの車の評価はかなりはっきり違うはず。いいじゃんっていう人といやーっていう人が相当激しい。でそのザラメ路面で入ってくる耳に対してのゴロゴロ感とか振動の音が乗り心地に確実に印象を悪化させるぐらいな音の音量で入ってくるので、だから本当乗り味の感覚がもうイメージが変わっちゃうわけですよ。でも旋回中はスポーツはいいな、しっかり感結構高い。でもコンフォートだとほらちょっとねグニャるでしょ、ほらこういう風に。エコだとどう、エコだとちょっと締まる、ちょっと締まる感じあるね、コンフォートより。エコがだからノーマルって思ってもらったらいいのか、だからエコモードで走ればいいんだな通常で。スポーツにするとほらシャキッとシャキッとなんかクッククック反応するようになった。だからちょっとこれまっすぐの状態で、はい一定速保ち、はいこれスポーツ、さあコンフォートほらグニャグニャする。はいエコー、エコちょっと収まりますね、うんっていう。だからハンドルの重さがメインで結構変わるので、だからそれでもって操作量も変わってくる感じ。ゴー、ほら結構ねスポーツいいいいいい。だからこのエコっていうもう表現をやめたらって思うな僕は。もうエコとかのね表現とか、もうだって全部の車エコだから、ある意味そのノーマルモードで走った時に
エコなんていう性能はもう特別なものじゃなくて、通常モードが持ってエコって、で自分でもうちょっとふにゃふにゃになってもいいし、車遅くなってもいいから乗り心地優先で走りたいよ、快適に走りたいよって言ったらコンフォートで、スポーティーに走りたいよ、燃費だってすげえ悪化していいからって言ったらスポーツって、だからもうエコじゃなくてノーマルとかにしてほしいな。エコモードってなんかね、選ぶのにすげえ抵抗、別にエコ求めてないし、エコ求めだったら車そもそもあんま乗ろうと思わないしみたいな、なんかそういう感覚なんですよね僕の中で。だからエコモード反対みたいな、なんか不思議なエコモードって。まあまあそんなことを言ってもしょうがないな。何にせよ結構気持ちよく走れる車ではあります。でインディビデュアル、あこれでわかるな、コンフォートは足回りもコンフォート、全部コンフォート。でエコモードになるとエンジンだけエコで、あれ全然変わんないの、そんなことない、スポーツにすると全部がスポーツ、こんなに、ちょっと待って、エコでしょこれ、これエコ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 、エコ、これコンフォート、エコ、確かにこの速度になると全然変わってる感じがしないな。今表示だけ見るとエコとのコンフォートにしてもね、足回り変わんないっていう風になってんだけど、ハンドルの重さ明確に違うんだけど、気のせいなのあれ。フラシーボ効果にしてはちょっとありすぎなんだよな、違いがね。さあメルセデスはホールド系は、はい、深く踏むだけ、これでホールドです。解除はちなみに、おー滑らかじゃん。エンジンがかかって、トルクが自然発生してぐーって動き出したような感触だから、そこにブレーキのストッパーとしての、だからなんかロケットスタートみたいな抵抗みたいな形でブレーキはかかってる感触はないですね。でもまあ慣れてくると、まあホールドをかけたい時だけちょっとブレーキ強く踏めばいいっていう、もちろんいいんだけども、でもブレーキ深く踏むって意外とね、ちょっと強めに踏まないとかからないので、ホールド機能が。だからそれで言うと、通常の車のようにもうホールド機能って言ったら、普通に止まったらいつでもホールド機能が働くっていう方が便利だと思う方も大勢いらっしゃると思う。ほらすげー滑らかに走り出すでしょ。なんかブレーキ解除の方がエンジンがかかるよりも若干早いんじゃないのかなって思う、そんな感じ。だからもしかしたら上り勾配とかでもしもホールドからの解除やったら、一瞬エンジンがかかって動き出す前に若干車後ろに下がろうとするのかな。いやでも途半判定するはずなので、途半路っていう認識したら今のブレーキのリリースタイミングじゃなくなるのかな。まあ何にせよね、スマート。もう一回行きますよ。かかってほらじわっていくんですよ、ほんと滑らかに動き出す。これは日産はどちらかというとブレーキの戻しがじわーってゆっくりな感じで、すげー滑らかに動き出す感じ。まあ BMW もいいですけれども、でメルセデスの場合にはどちらかというとブレーキのリリースタイミングとアイドルストップからのエンジン始動のタイミングをものすごいうまく合わせてあげて、その調合でもってスマートに走り出すみたいな、なんかそんなような印象ですかね。まあ何にせよ結果として超滑らかです。これおすすめでございます。で発足オートマ320ニュートン、まあめちゃくちゃ速いわけではないけども、穏やかにだらっと走れる。やっぱこれ先代から変わらないですけど、やっぱね1500回転も回らないぐらいでだらーってずーっとこういう風に走れちゃうのが、これ高速道路とかでもそんな飛ばさなければこういう感じです。だからこの車両重量 1.7 トン弱に対してこの320ニュートンを結構低回転からこのディーゼルで来れるっていうあたりに、やっぱりね余力が若干あって、だからこの結構穏やか系な走りができるのがいいところで、この穏やか系な走りをしようとした時に、今まで先代モデル、要はマイチェン前で言うと若干コツコツ感とかがこの特に20インチとかを選ぼうとした時には絶対的にあって、だからそれが防ぐ方法がなかったんですけど、今回はだから AMG ラインパッケージを選ぶとこの電子制御ダンパーがついてくるので、だから高速道路とかでの乗り味とか、よりスポーティー路線を好きだとか、だからそういった、だから今まであれば AMG ラインパッケージってある意味スポーティーに走りたい方にのみそのおすすめできるパッケージだったかもしれないですけど、この
この車に関してだけで言うと、GLA 買った中で、まあ、スポーティーは当然、より快適にも走りたいっていう方も、この電子制御ダンパー付きの AMG ラインパッケージは、これ選んで価値があると思います。だからそこがね、ちょっと、違うところかな。だから一辺倒に AMG ラインパッケージ、ああ、俺そんななんか激しいのいらないって、激しいんじゃなくて、快適路線でも、これは付けた方がいいですよっていう形で、そう考えるとさ、これ狙ってやってるとしたらうまいよね。AMG ラインパッケージをつけると乗り味がより洗練されます。その洗練はスポーツだけじゃなくて、コンフォート性も高まりますっていう。そうすると AMG ラインパッケージ安くないので、60万円なのでオプションで。それ、車の車両単価上がるね。ありえそうだよね。結構でもほんと乗り味がいい。だから今この AMG ラインパッケージのこの仕様で乗ってると、まあでも上質さを求めるんであれば GLC はね、またこっから一歩上行くんですよ。どういう風に上行くかっていうと、まず静粛性が一つ違います。GLC の方が実静粛性高いです。だから一つやっぱワンクラス上っていう形。これは A クラス。GLC はやっぱ C クラスベースっていうところで、静粛性が一個上でしょ。で、あとなんか全体的に感じる振動特性とかもうちょっといいでしょ？エンジンとかのディーゼルのブルブル振動、プルブルというか、ガラガラ振動というのかな。これももうちょっと薄いでしょ ?GLC は。だからそういったところで、全般的に質感っていうものが、やっぱ GLA と GLC では違うので、まあ、一概にこれを、その AMG パッケージで電制御ダンパーがついたら GLC いらずじゃないって言おうと思ったけど、やっぱ GLC は GLC で凄さあるので、いりますね。いります。さあ、じゃあ、いつもの乗り心地セクションに行きたいんですけど、すげえマリオカートがどうなってんだ、これは。さあ、ちょっと待って。そうだ、コンフォートにしとこう。はい、コンフォートね。さあ、行きますよ。3、2、1。ああ、やっぱね、すげえ足動く。いいと思う、この感じは。やっぱね、ちょっと今、信号待ちとかの間で確認したんですけども、これ多分ね、電子制御ダンパーって大きくは2種類あると思ってください。厳密に言ったら、まあ、いろいろそのダンパーの内部の構造とか、あとは1バルブで調整してるのか、2バルブで調整してるのかで、いろいろあるんですけども、これ、まず大きくは、バリアフルに調整するのか、選択肢としては、もうノーマルとスポーツのみみたいな感じなのか、これで言うと、ノーマルとスポーツのみなんじゃないかな。いや、僕ね、3つあると思ったんですけど、3つはないっすね。だから僕最初高速道路乗ってる時は、なんとなく感覚的に、ノーマルとコンフォートとスポーツのこの3つがあるとは思ってたんですけど、ちょっとね、いろいろ試してみるとそうではなくて、これ、スポーツとノーマルしかないです。なので、エコモードか、コンフォートで走ってれば乗り心地がいい。スポーツにした時にだけグッと閉まるっていう。でも、まあ、乗り心地とのスポーツの両立っていう意味で言えば、この AMG ラインパッケージを選んだ方が、要はスポーツ路線はスポーツ路線で別の減衰力を持った味付けがしっかりとあるからこそノーマルの位置付けをもっともっと柔らかく持っていけることができているので、だからそういった意味ではついてないよりかは絶対ついてる方が乗り心地もいいです。要はイニシャルが柔らかくなってるっていう、そういうお話でございます。信号無視、おどうした、大丈夫。さあ、じゃあちょっとここで試していくと、例えばこれさっきと一緒です。コンフォートね、もうこっち行こう。ちょっと待ってください、セットしとく。ちゃんと、はい、このままトンネル内まで行きましょう。噛んだけど、はい、これコンフォート、これエコ、コンフォート戻そう、エコ、コンフォートに戻す、エコ、スポーツは変わった方、スポーツは明確に変わる。コンフォートとエコは変わんないんだな、このスポーツ。やっぱ足回り、やっぱ2種類ですね、これ。だから、さっき3種類って言ってたんですけど、もしかしたら、速度感応型というか、速度に応じてハンドルの重さって若干変わるので、その谷間に入っただけかもしれない、ただ単に。まあでも、乗り心地を求める方、よりスポーツを求める方に対しては、絶対的にこの AMG ラインパッケージおすすめです。
いいんじゃないでしょうか。僕が買うんであればこれつけます。はい、このパッケージつけますね。プラス60万円が高いですけど、見た目もかっこいいので。でやっぱアンビエントライトとかもすごいね。でちなみにこの室内空間は今ちょっとトンネルの中で言うとあれですけども、レザーパッケージもついておりますので、だからこの辺り、おーライトついてた、あれ自動だ、ライト。なんかこっちの方やるとほらライトつくんだよね、手の動きを。こっちやるとどう、ここにセンサーあんじゃなかったっけ、どこにセンサーがあんだっけ。だからもうこういうのもね、名生産すごいでしょ。だからそれが今 A クラス、要は GLA とかにもどんどん降りてきてる。最初 E クラスからこれスタートしたんじゃなかったでしたっけ、このルームライトが。自然と僕最初発見した時びっくりしましたもんね。消したはずなのになんでついてんのってトラブルかと思いましたもん。まあ今ここ滑らか路面なのでかなり静かに走れております。僕これ GLA を買ったら間違いなく超音施工はしますね。後ろ回り中心に超音施工します。前も若干やるかな。そうするとディーゼルの振動とかもうちょっと収まるかもしれないな。でも前はやらないかも。ちなみにこれ AMG ラインパッケージを選ぶと、サウンドコントロールもやってくれてます。だから、180の通常のガソリンモデルの方僕乗ってないので、この GLA で。だからね、どういう感じでサウンドコントロールが入ってるかよくわかんないんですけども、まあ、排気音であるとか、そのあたりも調整して聞かせるっていうようなサウンドコントロールも入ってますので、さあ、サウンドコントロールコンフォートでスポーツにします。スポーツ。コンフォート、あーなんかね、3000回転オーバーのところのムワーンっていう音がちょっとスポーツの方がのぶとい感触ですかね。もう一回いきますよ。コンフォートで3、2、1、5。はい、じゃあ今度もう一回スポーツでいきますよ。同じような速度から3、2、1、5。ほらこのなんか3000回転オーバーのウォーンウォーンっていうところの音がちょっと太くなりますね。まあ映像でわかるほど明確っていうよりかは、乗ってるとなんとなくエンジンのぶとく感じるよっていう形で、まあ捉えてもらうといいかと思います。じゃあ最後 E カラースコアつけておきましょう。誰にでもおすすめか。おお、あちょっと一瞬悩むね。なんで悩むか、このここちょっとザラメ路面なんですよ。あ、ジャンピングスポット出てきます。ほら乗り心地はいいね。サスペンションコンフォートでした。今乗り心地はいいんだけど、ここちょっとザラメ路面ね。音結構するじゃないですか、タイヤの音がザーゴーみたいな。だからこの音の環境はちょっと疲れちゃうと思う。だからこういう SUV 型ってやっぱ長距離とかも家族で行きたかったりあるわけじゃないですか。だからそういった中でこの音はね若干疲れる環境なので、だからそれで言うと誰にでもおすすめ、いやだから悩んじゃうんですよ。だからこれがスポーツカーですよって、スポーツタイプの車ですよって言ってこの音してるんだったら別にそこまで僕も悩まないですけど、 SUV で、だからこれで AMG ラインパッケージを入れない車がこの音をしてるんであれば、要は AMG ラインパッケージ入れると20インチになっちゃうんですけど、ノーマルは18インチなので、だから18インチだったらこの音がしないよって言われたらいいんですけど、若干ねこれ18インチでもすると思う、この今の音の環境。シャーシ面のちょっと静粛性レベルの方なので、これ環境的にシャーシ電波もしてるので空気電波含め、だからそれでいうと静粛性は若干タイヤがゴーゴーする音はちょっと気になるっていうのは認識しててもいいかと思います。とは言ってもこの乗り心地の良さとスポーツ両立っていうこの AMG ラインパッケージとしてのこの電子制御ダンパーの魅力はあるし、ででん70点とさせてください。まあ誰にでもおすすめレベルギリギリっていうそういう点数にはなっちゃいますけども、はい。まあでもハンドルとかも変わるから絶対まあ僕だったら AMG ラインパッケージつけるだろうな。まああとはこのボディの扱いやすさっていうところはやっぱ魅力として改めて最後に伝えさせてください。1850です。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イカレフォー。